When we think of monsters and heroes, we often think of them in a traditional sense. Courageous humans facing off terrifying behemoths of unimaginable sizes with the weight of life and death on their shoulders. Attack on Titan has revitalized this tried and true concept of heroes versus monsters with their intense action sequences and complex narratives surrounding humanity and the consequences of war. Coming up next is Prime One's own interpretation of this timeless clash.2022年、私たちプライムワンスタジオは新しい作品に挑みました。縦横無尽のアクションと壮大で残酷な世界観をスタチューに落とし込み、作品とともに10年以上にわたる歴史を歩んだファンの方にご満足いただけるものを作り上げる、その志から生み出された4分の1スケール進撃の巨人エレン・ミカサ・アルミンは、世界中のファンから高い評価をいただけるクオリティへと昇華できました。しかしご存知の通り、進撃の巨人の世界における主役は彼ら3人だけではありません。そこで今回、私たちは新たなスタチューの制作に挑みました。こちらの映像をご覧ください。リヴァイと獣の巨人を立体化するにあたって、プライムワンスタジオがコンセプトに据えたのは、両者のライバル関係とそこに渦巻く感情をダイナミックに表現することです。今回のリヴァイ VS 獣の巨人では、要素のほとんどをアクション表現に費やし、激闘を繰り広げる両者のライバル関係にフォーカスしました。2人の戦いをスタチューでどう表現するかはとても悩みました。アニメ本編ではものすごく躍動感のあるカメラワークによって2人の動きや戦い方の違いが描かれているので、戦闘のスピード感という要素がとても重要だと思ったんですが、それを一つのポージングで作るとなると、単にアクロバティックな構造を作るだけでは足りないと思いました。そこでジークが腕を伸ばす一瞬でリヴァイが何箇所も切りつけるというアクションを、斬撃のエフェクトパーツを追加することで表現しています。細く薄く調整した10本以上のパーツを使っていて、一部はジークの手のひらに食い込ませることで切断している様子を再現しました。 Wow! It's finally here! You see this? It's finally here! This is just mind-blowing! If you see this piece in person, it's just amazing! I mean, all your friends are gonna be jealous if you have this. I want it! And yeah, it's just like one of my favorite scenes from the whole anime. Yeah, so it's just amazing to have it here!リヴァイは冷静に巨人を倒す姿が印象的なキャラクターですが、このジークとの戦いでは怒りが打ち出た鬼気迫る表情を見せています。3種類の顔パーツはどれも作中の戦闘で見せた表情ですが、眉毛に彫り込みを入れて迫力を上げ、力強い線で表情を描き込んでいます。特に叫ぶ顔は舞い上がった髪型によって見開いた目元の印象を強めて、通常時の顔とは全く違う気迫を演出しました。Look at it. This hand's huge. It is like 3 times the size of my hand. And if you see here, you can see just the fingerprint designs on his finger. Like, it looks just like similar to mine, you know? It's really cool. I would also say that one other thing is the teeth here. So each tooth
is designed, it's handmade, and you can tell each one is handmade and put into here. This is huge and amazing. Yeah, the fact that we were able to present this to you and to go through the licensing process to bring you this huge statue. 私自身、原型を見て、私たちが作ろうとしてたのはこんなに大きいものだったんだなとびっくりしました。このプロジェクトに関われたのは、進撃のファンとしても非常に嬉しかったです。プライムワンスタジオは、この進撃の巨人の取り組みについて、並々ならぬ情熱を持っております。それは、物語と登場人物が持つ魅力を最大限の迫力とボリュームを持って立体化し、ファンの皆様に届けたいという情熱です。この思いによって、リヴァイ VS 獣の巨人を現時点で世界屈指の造形物へと仕上げることができました。我々が自信を持ってお届けするスタチューの出来栄えをぜひ実物でお確かめください。